来たる衆議院議員総選挙。今回は新潟5区に注目をします、えー。かつて有権者に日本酒を配って話題となった立憲民主党の梅谷守る衆議院議員ですが、えー、今回は立憲民主党から無事公認をもらって、 挑戦をされるということで、いろいろとお話していきたいと思います。えー、参議院議員の浜田里志でございます。今回も動画を見ていただきましてありがとうございます。えー、ただいま令和6年の10月12日土曜日、時間が0時13分でございます。ちょっと今回は動画が遅くなりました。すいません。えー、来たるですね、衆議院議員総選挙、えー、15日に公示、そして、えー、27日投開票と。 ということでございます。で、まあ今回はですね、まあ新潟5区ということで、えー、まあ、注目としておりますが、えー、ちょっとですね、まず新潟5区のですね、えー、まあ、それはどこなのかというのをですね、えー、まずお見せしたいと思います。新潟日報さんの、まあ、記事かなあ。すみません。ちょっと別の記事になりましたけど、まあこれ先行きましょう。えー、梅谷守衆議院議員に、えっ、ー、と、立憲民主党が党員資格1ヶ月、 停止1ヶ月。各方面から身内に甘い。まあまあ、これはもうタイトルだけでいいでしょう。で、えっ、ー、とね、今年の2月の記事行きましょう。梅谷守衆議院議員が、えー、町内会行事などで日本酒配る公選法違反の恐れということで、まあこれね、あの、動画も掲載されているわけですね。まあ、モザイク付きで、はい。まあ、梅谷氏がですね、あの、まあ、配っている写真、えー、まあ、動画、 プラス、まあ、配られた日本酒ですね。はい。えー、ということで、まあ、証拠がね、もう、かなり明らか、かなりというか、もうす、もう明らかなんですよね。で、えー、まあ、これについてはね、えー、ちょっと検察、なんとか、いや、捕まえろよ、と思うわけなんですが、まあ、現状ですね、まあ、そうはなっておりません。私もですね、えー まあ、先のですね、まあ、前の通常国会で、こういうね、質問収集書出したんですよ。有権者に日本酒を提供したことが報じられている衆議院議員への捜査に関する質問収集書ということで、まあ、出してですね。まあ、要はね、あの、検察なんとかせいよということをですね、聞いたんですけど、まあまあ、とりあえずね、あの、なんかあんまり、 検察としては、動きがないということみたいですね。まあ、証拠も明らかでですね。なので、まあ、動くとすればもう全然動いていいと思うんですけれど、 まあ、現状、動きがないということで、何をしてるのかなということですね。で、ちょっとやっぱりね、あの、日本の検察というのはですね、民主党寄りだということをですね、まあ、改めて知っといた方がいいんじゃないかなとは思います。まあ、いろいろとね、あの、根拠はあるんですけれど、まあ、私が結構政策で参考にさせていただいているパチンコ屋の倒産を応援するブログ、 えーまあ、ちょっとここで、ね、あの検察と入れて、はい、検索をしてみましょう。はいまあ、これやると、ですねいろいろと、まあ、検察が関連している、まあ、記事がまあ出てきますね。ちょっと例えばこれを見てみましょうか、2020年の12月25日。 ちょっと待って。えっとね、アクセスしようとしたページは表示できませんでしたと、まあなっているんですけど、まあそんなことないよね。はい。ということで、まあちょっといろいろと書いてあると思うんですけど、そうですね。はい。まあまあ、例えばですね、え、ー はい。検察は当初より安倍前総理を公選法で潰すのは不可能と分かっていたからこそ、秘書を処分とするという結論を出すまでの間、マスゴミ、マスゴミにリークして印象操作をさせていたのだろうと思います。ということで、ま、いろいろとね、あの、あるんですけれど、まあ、このブログでは、あの、たびたびですね、検察出てくるんですけれど、まあ、そうですね、もうちょっと分かりやすいところだと、えー、そうですね、はい。 検察って小沢の時もほぼリークしてないんですが、安倍前総理の時に限っては、もうバンバンリークしまくっていたわけです。そして山岡検事のように、明らかな証拠まで確認されている事例でも不起訴と。 おういうことで。まあ、以前も書いていますが、森かけの時にマスゴミに繰り返しリークを行って安倍前総理を叩かせていたのは、えー、大阪地検特捜部だった山本町子だと、リーク21こと枝田賢治がバラしたわけですが、まあ、これツイッターに書きましたよね。あの、江賢治さんが書いてましたよね。この山本町子は法務省人権擁護局総務課長という、裏解放同盟や総連、民団といった民主党の重要支持基盤とつるんでいる部署の責任者でしたと。 ということで、まあのまあ、具体的な、ねあのまあ、事例も挙げてですね、まあ、の検察はもう立憲。 まあ民主党系に激甘ということをまあ改めて知っておいた方がいいかなとは思いますので、まああの、まあマスコミもそうですけど、検察もですね、民主党系よりという、旧民主党系よりということを、まあここで改めてまあ知っておくといいのかなと思います。ということで、まあちょっと今回のね、あの、新潟5区なんですけれど、ええ、まあ旧新潟6区、 が、まあ大体のですね、あの位置になるのかなと思います。まあ新潟県の南部でいいんでしょうかね。えー、上越市とか糸井川市といったところで、ちょっと、ちょっと消しましょうか。はい。場所的には十日町市とか、まあこの、このあたりでしょうかということで。で えー、次期衆院選挙、新国、新たな舞台、魚沼の特色は、日本酒、裏金、不祥事の2現色、失点同番会ということで、まあ、あの、対抗馬としては、高取周一さんというですね、まあ、自民党の議員さんになります。で、えー、旧新潟6区、まあ、大体、まあ、 まあもちろん選挙区割りね、変更になったので、まあ厳密には位置がね、あの結構変わってくるんですけれど、まあでも、大体、9、6区の人が、まあ今回5区で出るということで、まあ前回のね、選挙結果がもう130票差ですね。埋めたり、守る氏が9万679票、高取周一氏が9万549票ということで、もうね、白票の埋めたり、 勝利と、いうことですね。はい。まあ、その前はですね、えー、高取周一氏が、まあ、まあ、この時も接戦ですよね。はい。えー、接戦で、えー、その前は、八、えー、8万3000対6万2000ということで、まあ、共産党がこの時はね、あの、まあ,あ、の、統一候補じゃなかったということで、えー、でも、まあ、共産党が乗ると、 かなりですね、あの、はい、もう接戦になりますね。はい。まあ結構これは分かりやすいといえば分かりやすいですね。あの、共産党が乗ると、はい、いい勝負をするということで。まあこういうのを見ると、やっぱり立憲党、立憲にとってはね、共産党と組んだ方が、まあいいんだろうなと思いますね。まあ選挙の上ではですね、まあそれ、モラル的にどうやねんっていう話はありますけど、はい。ということで、ちょっとね、こちらの記事を、まあ読んでいきます。はい。まあ概要欄の方にちょっとリンクは貼っておきます。 ででですすのとといいうことですねはい、あそうですね。まあ、先に今回の高取修一さんなんですけれど、まあ、もちろんね、あの、いわゆる裏金議員と、まあ、呼ばれる方になります。で、まあ、一応ですね、あの、まあ、なんていうのかな、まあ、まあ、日本宿ばった方と、どっちもどっちと言われれば、まあ、そうなんですけれど、まあ、あのど、どうなんですかね、まあ、用語もね、ちょっと確かにちょっとしにくいんですけど、まあ、この高取さんは、 一応、安倍派議員なんですね。で、旧安倍派、まあ、聖和会というのはですね、まあ、安倍晋三元首相がいた時はですね、そういう不記載というのはね、まあ、するなと言ってたんですけれど、まあ、安倍晋三元首相がお亡くなりになってからですね、いわゆる七民衆という方がですね、まあ、これを復活させたわけですね。で、えー、復活させて、まあ、今回、まあ、それがね、あの、問題になって、まあ、その、ある意味、まあ、高取さんね、あの、犠牲になったといえばな まあこれね、あの、結局ね、上からの指示、従わなければ従わないでね、あの、まあ、えー、よからぬこともありますので、まあ、でも結局はね、そこは、まあ、犠牲になったという意味では仕方ないのかな。まあ、日本酒を配る、<laughs> まあ、これ、日本食割るのはですね、もう、うん、まあ、これは、党の指示でやってたら終わってますけどね、まあまあ、でに終わってる党と言えるかもしれないですけど、うん、まあまあ、ということで、 まあ、どっちもどっちといえば、どっちもどっちなのかもしれませんが、まあ、私はどちらかというと、高鳥さんには、まあ、同情の余地はあるのかなとは思います。まあ、派閥関係ということで。えー、ということで、まあ、でもね、あの、マスコミはもうね、立憲民主党寄りなんで、えー、多分ね、あの、まあ、厳しい戦いになるんだと思いますが、まあ、そこでね、あの、最後に、 えー、判,判断をね、下すのは、えー、新潟5区の、国民ということでございます。はい。 えー、ということで、まあ、このね動画、動画も新潟国の方見ておられれば、まあ、ぜひね、あの、感想欄な、えー、感想など書いていただければと思います。ということで、えー、こちらのね、記事の方、えー、ちょっと読み上げていきますね。はい、自民党総裁選が熱を帯びる中、衆院早期解散論が広がっている、えー、衆院新新潟国は新潟県上越市を中心とする、えー旧 6、2、南魚沼、魚沼、湯沢の3市町村を加えた計8市町からなる。ここを舞台に、2021年の前回衆院選で初当選した立憲民主党の現職梅谷守氏50歳と、130票差で敗れて、比例復活した自民党の現職高取修一氏63歳。 が、四度目の対決をする見通しだ。焦点の一つが、ウーノム地域三市町での得票。過去の選挙結果から戦いを展望し、新たに加わった選挙区での漁師の動向を探った。梅谷氏と高取氏はこれまで9ックで3回対決してきた。2014、2017年の衆院選では梅谷氏が連敗したが、2021年は野党共闘体制の総攻などで白票の勝利を収めたということで、 梅谷氏が連敗ということで、えーね、あの高取氏が連勝と書かないところもね、あのまあ、マスゴミっぽいですね、はいえー。2021年の得票を見ると、梅谷氏は代表伝の上越市で無党派層を取り込むなどして、高取氏に約7000票差をつけた、えー。23年の県議選上越市選挙区定数5では野党系候補が3人当選して自民公認候補の当選者数を上回っており、野党が有利ともされる。 対する高取氏は保守地盤の強い地域で得票を重ねてきた糸井川、十日町の西と、えー、津南町では過去3回のいずれも生まれ西を上回った。特に糸井川は衆院、衆議院議員11匹を積もれ、えー、勤め、総務長長官などを歴任した父、治氏の出身地。えー まあ、旧、大成長っていうのかな。はい。えー、含む地域で梅谷氏に大差をつけているということで、まあまあ、とりあえず、まあ、高取氏もですね、まあ、なかなか厳しいですね、あの、戦いがまあ予想されるんじゃないかなと思います。えー、ということで、まあ、ちょっと立憲民主党のね、あの、ページも見てみたんですけれど、お あ新潟日報か。はい、失礼しました。えー、立憲民主党が小選挙区一時公認候補を発表し。新潟県は現職元職計5人ということで、10月5日の、えー、 内容になります。立憲民主党は10月4日、小院選、小選挙区の第1次公認候補者として200人を擁立すると発表した。え、うち、まあ、まあ、で、新潟県の現職は1地区の西村千奈美氏57歳、2区の菊田牧子氏54歳、4区の尾根山隆一氏57歳、5区の梅谷守氏50歳、元職は3区の黒岩隆弘氏57歳ということで、まあ、 梅谷氏はですね、まあ、公認が出たということで、えー、ございます。はい。まあ、これね、比例復活とかも <laughs> あるのかなまあ、重複されてるのかっていうのはちょっと気になるところではありますけれど、まあ、ま、とにかくね、あの、まあ、今回は、 まあ、不祥事対決みたいな言い方はされますけど、うーん、まあ、ちょっとね、それよりまず検察 <laughs> な、なんとかしてくださいという話なんですけど、まあ、ただね、そこはもう仕方ないですけど、まあ、そこはね、やっぱり国民の皆様がですね、えー、まあ、 あ,のある意味ね、あの判決と言いますか、印、ま、度、あ、を、ね、渡すということがまあできるわけでございます。もう検察がね、あのおかしいのはもうどうしようもない。なだからね、あのまあ、なんつうのかな、まあ、ペンキをですね、検察庁のまあ看板にかけたりとか、まあ、そういうことはね、あのまあ、検察にとっての屈辱みたいなのはね、まあ、かつてあったんですけど、最近ね、そういうのもまあないから、うんまあ、ここはね、あの まあ、どうすりゃいいのかなって感じですけど、まあでも私も、まあ、でき、可能な範囲ではですね、やっぱり検察の追及はね、まあしなきゃいけないんだろうなとは思いますけどね。はい。えー、ということで、えー、以上です。はい。えー、ということで、まあ今日の内容、えー、 面白い、興味深いとた方は、ぜひ高評価のボタン、そしてチャンネル登録、さらにコメント欄に感想など書いていただきまして、内容気に入ったら共有ボタンで拡散の方をよろしくお願いします。はい。NHK に受信料を払わない国民を増やすことで NHK をぶっ壊す。はい。どうもありがとうございました。